株を買いましたよ1日でドンと暴落した時だったじゃないですか、はい、あれの前なんですよあでもあれがあったにもかかわらずプラスですからね<ー>特に楽天なんかすごいですね楽天の株を買いますという時に僕が重要視したのは何かっていう話もロジックがあって要は簡単に言うと楽天はモバイルに失敗しても成功しても株価が上がると思っていたダメだったとしたらやめるじゃないですかモバイルをね、はい。切り離したいと で切り離しておそらく破綻処理ととかかまででにはいな思うんすね多分その前に買いたい会社がいっぱいあるんで要はむしろいい条件でモバイルをやめる条件で資本注入をして立て直せば時価総額今いくらぐらいですか2兆円 ?2 兆でしょ ?2 兆の会社じゃないっすよ本当は。 もっともっと時価総額上がってもおかしくない会社なんですけどモバイルの先行きが不透明なんで売られてるんですよ。うん うまくいくかどうかかわらなないいじゃですか今の状況だとで割と決算発表とかの資料を見てるとすごいお化粧の仕方をしてるんですよね海外の決算資料とかには出てるのは ebitda っていうのが出てて消却前の営業利益まあだから要は原価償却それは現金は出ていってないんだからそれは実質的には利益みたいなもんでしょうみたいな感じで ebitda とかっていうそういうふうなものが出てるんだけど。 楽天の場合今回新しいまた指標が出てきて、うん、マーケティング前 EbitDA みたいなーマーケティングのコストを差し引いて利益のせてってことですかそうマーケティングをやなかったらもう利益出てますよ <laughs> なるほど投資こんなぐらいしてますよっていうふうにも見えつつもでもそれはないでしょ<笑><笑>それも含めての決算でしょ広告とか営業活動の経費はそれは入れなきゃダメでしょみたいな。<laughs> <laughs> 今もうマーケティングゼロにしたら利益出ますよって <laughs>、うんはい、いやそんなことはおかしいでしょみたいな話なんだけど <laughs>、はい、そういうことまでして、はい、なんか黒字化アピールみたいなのをしようとしてるんですよね。 いやでもなんかそ,えそこまでやるんだとかって思いながら <laughs> あとポイントはもう一つはあれなんですよ楽天金融グループを上場してる楽天銀行に集約して企業価値を上げてうん、うん、楽天のフィナンシャルグループの企業価値を上げて50 以上確保しながら売っていくみたいなことをやろうとしてたそれで数千億円の資金調達をしようとしてたんですけどそれはどうやら断念してメインバンクのみずほが楽天クレジットの株を買うっていう話になったんで楽天クレジットの株49%とか多分みずほに持ってかれると思うんですけどそれはちょっと楽天にとっては結構痛手かなっていう。